NHK 大河ドラマどうする家康第34話野望の果て天正の大地震。あらすじと解説。2023年9月3日放送予定。天正13年1585、11月、秋の空は高く澄み渡り、岡崎城の主殿は不思議なほど静寂が広がっていた。家康の片腕として数々の戦功を挙げた石川数正が突然豊臣秀吉のもとに出奔したのだ。知らせを聞いた家康と家臣らが次々と駆けつけた。家康は岡崎城で家臣ら皆と話します。数正は何かを察したのだろう。自らの道を選んだのだ。やむを得まい。お互い涙を流しながら語ったことは何だったのじゃ。数正は家康に仕えて半世紀近く、徳川家の運命を左右する重要な局面で活躍してきました。その数正がなぜ裏切ったのか誰も理解できませんでした。数正の残した置き手紙を見て、関白殿下これ天下人なりとはもはや謀反としかあるまい。今すぐうちに参りましょうぞ。金に欲がくらんだんじゃ、自分勝手な裏切り行為じゃ。直政黙らんか。数正を侮辱してはならん。もうよい。皆の者は今後のことを考えよう。徳川家康はいい直政に強く言います。しかし家康はそれ以上返す言葉がなかったのです。その時本多正信が言います。石川数正の出奔は徳川家にとって大きな痛で、数正は家康の腹心であり徳川家の内外の情勢に精通しておる。そして秀吉に寝返ったということは、徳川家の動向が秀吉に漏れるということ。秀吉はこれまで徳川家を見逃してきたが、もうそうはいきませぬ。秀吉は天下統一のために徳川家を滅ぼす決意を固めるでしょう。さようじゃ正信の言う通り、数正は徳川家の重要な情報秀吉に売り渡した可能性が高い。秀吉はその情報を利用して徳川家に対する攻撃を計画するはず。秀吉の動きに注意せよ。そして戦に備えるのじゃ。家康は岡崎城や浜松城の改築を皆に伝えます。しかしその頃、酒井忠次は自分の胸に秘めた思いを誰にも打ち明けることができませんでした。皆が帰った後、彼はただ一人城内をさまよっていました。彼は数正が残した書斎に立ち寄ります。そこには数正が愛読していた書物や書状が並んでいました。忠次はその中から一枚の手紙を見つけるのです。それは豊臣秀吉から数正宛に送られたものでした。手紙には秀吉が数正に河内国内で8万石を与えることや信濃国松本への加増違法を約束することなどが書かれていたのです。忠次は手紙を読んで驚きました。秀吉は数正に非常に好条件を提示していたのです。これならば出奔する理由もわかるかもしれん。しかし忠次はそれでも納得できませんでした。数正は金や地位よりも主君や友情を大切にしていたはず。忠次は手紙をしまい書斎を出ました。忠次の心は落ち着きませんでした。彼は数正が裏切り者ではないと信じていたからです。天正13年1585、11月29日夜半、家康は書斎で文を書いていると、突然突き上げる衝撃とガタガタと横に揺れが、書棚からは無数の書が落ち、壁の飾りがすべて落ちるのです。ないじゃ大きいぞ。とっさに立ち上がった家康は揺れ動く地面に足をすくわれ転がり落ちます。すでに灯火は倒れ、あたりは暗闇となります。殿、どこにおりますか。お愛が大きな声を上げ駆けつけますが、お愛も歩くことができず、家康はよろめきながらも
尾張を連れ出し、城の外へなんとか逃れます。しかし揺れは幾度も襲い、その度に屋根の瓦が落ち砕け散ります。松明を焚き、松明を焚いて家康らは何度も襲う揺れに怯えながら朝を迎えるのでした。この地震は天正大地震で、中部地方から近畿にかけて甚大な被害を出したのです。解説。現代の研究では、天正大地震はマグニチュード8クラス、フィリピン海プレートにより特に岐阜県の中津川から養老山脈断層帯の活断層のずれにより強い揺れを引き起こしたのです。幸いにもこの地震は徳川家にとって奇跡のような出来事になるのです。この地震が起こらなければ、徳川家は滅亡の危機に陥っていたのです。地震の数日前、豊臣秀吉は坂本城で石川数正の内容を得て三河国への大軍を動かそうとしていたのです。秀吉は自らの軍勢を12万という驚異的な数に増やし、徳川家を圧倒しようとしていました。しかしその野望は地震によってついえるのです。地震は秀吉の軍勢を混乱させ動きを止めます。とりわけ伊勢湾沿いの津波は、秀吉らの兵糧、武器火薬がすべて流されてしまうのです。各地が震災後の立て直しを図ることで精一杯でした。秀吉が治める木内一帯も大きな被害を受けていたのです。大阪城の主殿では、羽柴秀吉らが大阪の様子を見ていました。どこもかしこも炎と煙に包まれておる。民の様子はいかがじゃ、きっと苦しんでおるぞ。死者の数も正確には分かりませぬが、数万人に及ぶと聞いています。兄上、徳川との戦を控えていた大垣城も焼け落ちましたぞ。このありさまじゃ、三河に攻め込むことは無理でありますぞ。戦どころではありませぬ。民の救済を優先しなされ。分かっておる。家康はまこと、運のええやつじゃの。秀吉は、そうつぶやきは兵策を練り始めます。そして織田信勝を使者として岡崎城に向かわせます。国中が復興をしている最中、織田信勝が家康のもとを訪ねてきました。わしの長島城は崩れ去り、町は皆燃えてしまった。尾張の国は辺り一面火の海と水害で手の施しもできん。我が三河の町よりひどいありさまじゃな。関白からの手助けはないのか。関白との軒内も甚大な被害、手を差し伸べる様子もないありさま。帝様も戦をしている場合ではないと嘆いております。家康殿、上洛されてはいかがじゃ。このありさまでは戦は無理ですぞ。織田信勝は豊臣秀吉の使者として徳川家康に上洛を促します。家康は迷っていました。確かに織田信勝が言うように、今は戦をしている場合ではない。わしは秀吉という男がどうしても信用できないのじゃ。家康は秀吉が嘘をつき、家康を裏切るのではないのかと疑いを拭いされなかったのだ。では家康との、関白様も人質を出すのはいかがじゃろうか。信勝は秀吉が人質を差し出すことを提案したのです。それはいい考えじゃ。人質がいれば我らに危害を加えることはできますまい。家康はしばらく考えます。いかがじゃ。これならば関白様も家康殿も安心できるではないか。関白様は家康殿に天下の半分を分け与えるとおっしゃっておられる。これ以上の好条件はないではないか。わかった。秀吉が人質を差し出すなら上洛すると言ってやろう。信勝よ、大阪にこのことを伝えよ。はっ。家康殿のご意向を受けたまわりました。早速大阪城に赴き、関白様にお伝えいたします。そして大阪城では、なんと家康は和睦に応じたのか。戦をせんで済むなら大層ありがたい話じゃ。ところで誰を養子に出すのじゃ。身内というと妹の朝日しかおらぬ。しかし旦那がおりますぞ。構わぬ、秀長。早速朝日を連れてまいれ。
翌日、羽柴秀長が妹の朝日を連れてきます。朝日は地味でいかにも貧しさが身についているか不幸。朝日、そなたには家康のところに嫁いでもらえぬか。メネは凛と言います。なぜでございましょう、私には旦那がおります。しかも40過ぎで今さら嫁ぐなどできぬこと。嫌がる朝日に秀吉が言います。離縁するのじゃ。今は豊臣家の一大事、お家のために尽くしてはもらえぬか。朝日、離縁してもよろしいか。お国のためじゃ、わしのために犠牲になってもらえぬか。家康の正室となって国のために尽くすのじゃ。朝日はしばらく考え、わかりました。朝日は小さく返事をします。数日後、浜松城の家康のもとにこの知らせが届きます。家康は激怒し、家臣ら皆を叱りつけます。わしは正室は取らん、人質ではないのか。よりによってなんで秀吉の妹なんじゃ。知ってのことか、お主らは。絶対にいらぬぞ。こうなったらわしゃここで腹を切る。直政、解釈せい。しかし誰も答える者はいませんでした。なぜじゃ、誰か何とかせい。お前たちが企んだのじゃろ。暴れる家康を家臣らがなだめます。殿、どうか落ち着いてくだされ。誰も企んではおりませぬ。この国を安堵にするために、ここは殿に耐えていただけなければなりませぬ。殿、遠離江戸、権武浄土をお忘れですか。我々がお方様をお守りいたしますゆう、今こそ三河のために奮い立ってくだされ。案外秀吉の妹はおきれいな方かもしれませぬぞ。秀吉の妹は上品な方であると噂を聞きましたが。忠勝らはニヤニヤしながら話します。そうなのですか。殿、おきれいな方を正室にされるとは羨ましい限りです。お前たちは他人事のように言うではない。その夜、家康の泣き声が城内に響き渡っていました。天正14年5月、初夏の光が近づく季節、秀吉の妹朝日が家康のもとへ嫁いできました。華やかで豪華絢爛の腰入れかと思えば、なんだあの不格好な女は、品も何もない、ただの田舎者じゃろ。朝日は家康の前でひざまずくと、朝日でございます、殿に尽くすことをお約束いたします。末永くよろしくお願いいたします。そう言いながら顔を上げます。その顔はイボだらけで歯も抜け落ち、おまけに肥やし焼けした貧相な顔立ちであったのだ。唖然とした家康は言葉を失います。ああよかろう。浜松城では家康の気持ちとは反対に盛大な婚儀が行われ、家臣や側室らは皆朝日を優しく迎え入れたのです。酒宴は3日間続きます。そこでは朝日が大酒を飲み、大きな声であたり構わずしゃべり出します。うん、こんなええところだとは思わんかったわ。殿もよく見りゃいい男だで。こんな豊島の女を受け入れてくれただに、ありがてえこっちゃ。わしもこれで大往生できますわ。一方、宴席の隅では、秀吉の妹だわ。あの顔とお姿では悪いが、わしゃ無理じゃ。殿も気の毒じゃのう。わしとて無理でござる。殿がご自害されようとした気持ちがわかりました。あの時解釈しておれば、殿を苦しめずに済んだはず。悔やまれます。朝日の姿を見ていた家康はただただ唖然としていたのです。その晩、家康が寝床にいると朝日が現れます。遅れました、お目にかかります。お恥ずかしながらよろしくお願いしますだに。朝日は明るく寝床に入ってきます。お耳が弱いとお聞きしよりましたわ。驚いた家康は背中に冷たいものが走ります。あ、よろしい、よかろう。わかった、わしゃ疲れておるのじゃ。遅刻よらぬで構わぬ。そなたは奥の間でお休みくだされ。
家康はやんわりとなだめるしかないのです。数日が過ぎ、朝日は終わり弁で話し上手。その口ぶりは吉に富み、人情にも厚く、浜松城では人気者となっていました。お題やお相手もすぐに打ち解けました。ある日、殿、そろそろ兄にお会いくだされんか。お待ちしておるようでの。わしは上洛はせぬ、そう決心しておるのだ。大阪には行かぬ、兄にもその上お伝えいただけるか。朝日は豊臣と徳川の間をうまく取り持とうとしますが、家康はそれを受け入れることはありませんでした。一方、家康は正信に大阪周辺を探らせていました。そして石川数正の様子を知らせてきました。秀吉のところでどんな活躍しているのかと思えば、それなりの処遇は与えられていますが、屋敷から出ることも滅多にないそうで、これはいわゆる慰み者でしょう。相手に都合のいいように使われているのですよ。多分そうじゃろう。主君を裏切ってきたのだから信用はしていないはず。なぜにこんなことをしたのじゃ、愚かじゃのう。家康の表情には悔しさと悲しさが入り混じっていました。私は数正殿によく叱られておりました。ことあるごとにああだこうだと。好きではありませんでした。しかし、いい直政は一瞬涙が出そうになり言葉を詰まらせます。私は数正殿を慕っておりました。いい直政の言葉を聞いて数正と対立することの多かった。本多忠勝や榊原康政らも同じ気持ちでいたのです。一方、夕暮れの大阪城では、秀吉は一向に上洛しない家康に王を煮やしていました。家康殿は何かどう掛け地をつけて、一向に上洛を拒んでおりますぞ。妹を送ってダメなら母親を人質として送るか。母親を人質にするなんぞ聞いたことがありませんぞ。母親を人質にするなど人の道に外れた行為。これではお互い不幸をもたらすことになりますぞ。娘に会いに行くだけと言っておけばよいじゃろう。そろそろ朝日も母親の顔が見たくなる時期じゃ。そして会いに行ったついでに、家康には一緒に天下を取りましょうと言えば済むことじゃろう。秀吉は自分の欲望のために家族をも危険にさらすのでした。そして豊臣秀吉より、母、大満所を浜松城に差し出すと言ってきたのです。妹と母を送っても上洛しないなら戦も辞さないという最後通告でした。これは秀吉様の本気の脅しですな。殿はどうされますか。秀吉は天下を独り占めしようとしている。わしはその野望に屈することはできない。上洛すると言っても私の命は保証されん。秀吉は私を始末しようとするだろう。では戦うしかありませぬぞ。殿のご意志を尊重いたします。私たちも家康殿に従って戦います。しかし酒井忠次は冷静に判断するように促します。そこへ尾張が家康に近づき言います。殿はまだ戦をお考えなのですか。朝日様は夫と無理やり離縁させられたのですよ。そして秀吉様によって夫は亡き者にされたと聞いております。朝日様は明るく振る舞っておりますが、いつも陰で泣いておりました。殿の野望のためだけに女子を利用するのはもうやめませぬか。家康や家臣らみな、お愛のこの言葉で返す言葉もありません。家康はふと我に返ります。瀬名や信康が望んだ戦のなき世にするために、自分が天下人になることだけに縛られていたことを。そして、お愛よ、わしが悪かった。わし一人の野望によって皆が苦しんでおった。わしはそれすら気がついていなかった。すまぬ。家康はこれで上洛を決心するのです。しかし石川数正ともあろう者が慰み者になることぐらいわからんかったのだろうか。
覚悟の上で言ったに決まっておる。その頃、大阪城の石川数正の屋敷では、あいつらはわしの残した言葉の意味に気がついたようじゃの。そう言って数正は笑います。数正は家康たちが見えていなかったことがすでに見えていたのです。そして家康や家臣らもその意味が次第に分かってくるのです。数正は自ら悪役になってでも秀吉との戦を避けたのではないか、徳川を守りたかったのではないか、家康と家臣らはそのことに気づき始めるのです。皆の者、わしは少しの間天下を取ることを諦める。いずれかは天が決めること、それまで待たぬか。どうじゃ皆の者。家臣らは皆家康の言葉に泣きながら賛同するのでした。どうする家康。